くなるバーチャン遊戯ビューティー。デンちゃん、ハンちゃんじゃなくてデンちゃんですね。デンちゃん形式で3人バーチャンをしていただきます。コン、ナン、シャ、メイクという形で、で、親の方は必ず、東に座っていただき、ノリさんにメイクをしていただく。つまり親に座っていれば座っているほどずっとメイクを受けられるというですね、形式の3人バージョンになります。さあ、それでは皆さんにですね、メイクを落としていただきまして、でもノリさんにメイクをしていただける状態になりました。先ほどバギメモしていただきまして、まずは泉プロがトム、ね、はい、そして宮内プロがナン、はい、プロがシャーに座っております、はい。そして、ずっと連チャンを泉プロがする限りはトンバに座り続けて、ペイのノリさんにメイクを受けてもらえる、もし、子が上がった場合はそれぞれ席を移動していただいて、次は宮内プロがメイクをしていただけるというような流れになります。さあ、皆さんよろしいでしょうか。はい、はい。さあ、それではどんなメイクになるのか楽しみですね。ノリさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では、トンバからいきましょう。はい、いきます。ああ、もう始まってますね。難しい。ちょっと怖い、お前、切ろう。ねえ、本当、早く切ってくださいよ。あれ、はい、まずは、のりさん、お鼻から行かれるんですか。はい、泉さん、ちょっと小鼻周りの毛穴をしっかり埋めてあげて。なるほど。はい。でも、肌きめ細かくて綺麗なんで。はい。はい、やはりお肌綺麗なんですね。綺麗ですね。ありがとうございます。はい、受けていただいてますが、バージョンも始まっております。しっかり、はい、しっかり新しいね。じゃあ、なんか新しいね。ミヤウチプロとムーブプロは早く上がらないと、もういつまで経ってもメイクができませんので、頑張ってくださいね。はい、頑張ってます。はい、見えたんですかね。モーパイだ。モーパイ。モーパイから無理なんだけど。モーパイできない。不利だわ。不利だわこれ。ああ、これはもう。泉さん今鼻塗ってないのに鼻の下伸びてんだけど、なんで？されるときにはみたいな、なんかもう修正なんだよ。難しいね。なんかマージャンする方もメイクする方も多分結構難しいですね。難しいですね。ノリさんも初めてだと思うね。マージャンしている方をメイクするっていう。はい。なかなかね。これは今全体的に今、はい、下地を作られているってこと。いや、やっぱり年重ねると輝きが、はい、輝きが減るので、はい、ちょっと最初にツヤをね、仕込んで、なるほど、ファンデーションの前にこういうツヤツヤするのを、目がツヤツヤするでしょ。ハイライト。そうそう、そう、ここなるほど。全然見てくれない。え、ツヤツヤしてる？それ、なんていう生き物ですか、それは。これね、すごい。あ、すごい。あ、すごい。すごい。イエーイ。さあ、イズミプロ。は？は？イズミプロ、連チャンなので引き続きメイクが可能です。イエーイ。うわー。いいんですよね、半分ずつで。漫画。うん。もう肌綺麗な人はこのツヤだけで全然十分で。イズミプロやっぱり積もった分心なしか輝いてますね。うわー、もう。え、背が上がったのか。それはなんていう。何を買えばいいんですか、それ。これね、でもね、イタリアでしか売ってなくて。無理なんだけど。年齢とファンデーションの量を半比例させていかないと。一品分もしろ。これでも多分たまる。いや、本当にちょっとしかない。え、そんなちょっとでいいんですか。私そんなちょっとですよ。はい。じゃあ、連携をしたいと思うのは引き続きメイクが続いております。それ塗ってるんですか。塗ってますよ。お顔にツヤをより増やしているという状況で、今ね、これファンデーション塗ってます。ファンデーション、はい、ね、はい、でファンデーション、顔全部塗らないこと。え、そうなんですか。 え、うん、え、じゃどこに塗るんですか。顔のね、割と中央とか外側はほぼ塗らないとこ。だって、顔だけ白い変なのまだ多いじゃない。白浮きしてる。立体感が出るかもしれない。白浮きしてるから、なんかこう首とつながらないといけない。へぇ、顔全部に塗りすぎちゃって、顔だけ白くて。めっちゃ勉強になる。めっちゃいい、ね、ちょっと見せないでくださいよ、泉さん。私の今までの麻雀遊戯で一番ためになる企画かもしれません。今回すごい女優プロみんな見たの。でも肌綺麗、本当に。
泉さんはちょっと可愛いとこあるからやっぱね、チークに対して可愛らしくいた方がいいと思うね。普通見えがちじゃない？そうですね、パーツ的に、はいはい、怖いってよく言われます、ね、うん、だって僕一番最初のその女流プロの動画見た時に、はい、めっちゃモテヤンっぽい人ばっかりなんだけど。泉さん言われてますよ私は違いますよね。いやちょっと入ってます。あ、マジで、うんうん、言われてますよ。そう、言われたことない。やっぱり皆さん優しい顔にしたいっていうのはありますね。じゃあ、うん、やっぱね、少し優しさがないとね。ちょっと待ってください。はい、白いマージャンはマージャンでしていかなければいけません。これ黙るから、ファンデーション本当に。もうじゃあ、もう私で言えばこの辺、うん、この辺だけで。はい、泉さん、泉さん、ズボンパン、ズボンパン、早く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 。すっぴんの二人がせかしております。ね、やはりそういう方はすいません、ぜひ今回動画を見ていただきたいと。すいません、早く。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。弱すぎだろ。ムコプロが調光すれば調光するほど泉さんのメイクが仕上がっていきます。ちょっと待ってください。はい、どうぞ続けてください。はい、怖いな。おっ、泣きました。はい、目の下をのみさんが入れ替えております。うん、もう肌綺麗だからすごい楽だね。あ、本当ですか。はい、はい、びっくり。みんなメイクでどうやって勉強したんですか？さんメイクさんの真似してます。あー、なるほど。はい、どうですか？私はなんか中学生の時からそのまま変わらず。え、中学からメイクしたんですか？え、ちょっと今でもすごい、ちょっと待ってください。さあ、マージャンにも集中しなければいけない。9000ホールです。わ、すごい。もうやだこれ。これ本番の間で泉さん完成しちゃうじゃないですか。これ大丈夫ですか？で、完成したらもうそれはそれで全然いいわけですから。本人の右側やるときは僕の方向いてたらしいから、あんま見るな。相当難しいけど、なんか焼きたいものとか全然無理なんだけど。あ、でもマジ肌全然違くなってきた。本当？うん、全然違います。はい、親は親なりのハンディキャップがございます。そうですね、はい、めっちゃ綺麗になってる肌。さっきの泉さんが多分朝30分かけてやったメイクよりも肌が全然綺麗。なんで？すごいですね。これ中心しか塗ってないって言ったのに。そう、僕中心しか塗ってない。違いますよね。へえ、めっちゃ肌綺麗。なんかさっきドス黒かったんですよ。精神攻撃も忘れないですね。いやでも本当なんか今粉っぽかったよね。そう、粉なんかツルツルツル。パウダーめっちゃ叩いてたから。そうなんですよ。そう、だからおばばになっちゃうからダメですよ。おばばになっちゃう。ジャパニーズおばば。ジャパニーズおばば。もうちょっと宮内さん早くやってくださいよ。いや、ちょっとね、そういうんじゃないんだよ。宮内さんはチークがポイントですね。はい、なるほど、チークがポイント。あんまり入れてないでしょ。はい、あんまり入れてないですね。あんまりっていうか、もう基本自分じゃしないみたいな。うーわめっちゃ強い。すごい。うわ、もうこれ負けらんない。めっちゃ強い。マジでビーチ。お、よし、ここで一回。これ飛びナイスですよね。飛んでもいいんですよね。飛んでも全然大丈夫です。一回ここで、もう、もう終わり。チークする。うーわどん。うわすごい強い。強い。カンローピンに受けたら一発もなんだ。単純に泉さんが強い。12,000？132？132？ なんで一斉に受けるでしょ、普通の人は。頑張って、ボンゴさん。頑張ります。なんでこんなに引くの？うわ、もう宮内さん、打ってくださいよ、早くの一斉ピン。現物で、そうじゃないやつ切ったからね、ちゃんと。もうこれ、やっぱり、
親以外の方は焦れば焦るほどメイクをしてほしいっていうやっぱ精神状態になってかき乱されちゃうから、ちょっと親が有利かもしれないですね。トップだとさらにボーナスポイントもらえる、ね、ボーナスポイントがございます、はい、ボーナスタイムがあってですね、今のところ圧倒的トップです。圧倒的トップです。潤いがね、ちょっと高かったんですよね。今、乾燥肌なんで、ちょっと乾燥肌のタイプですね。もともとです、若い頃から乾燥肌なんです。なるほど。乾燥肌な方にはどのような対処されるんですか、はい、あんま粉っぽいものを使わないこと。今、クリームチークを少し入れたんですけど、はい、あのみずみずしく仕上げる。これで粉のチーク入れると、はい、あのすごいフルっぽい顔になっちゃう。なるほど、なるほど。やっぱちょっと潤い目のタイプですね。あ、もう泉さんが率先して顔を出すようにやりました。やりやすいように、やりやすい、ありがとうございます。ん、ちょっとすいません、出たよ。出たよ。すいませんね、宮内イライラタイム。宮内イライラタイムが始まってますよ、文子さん。うーわ、またリーチ来たよ。なんでメイクされてんのになんでそんな麻雀できる。これはここで一回落とそう。新しい人事があるかもしれないですね。ノリさんにメイクしてもらってる人はすごく強くなるっていう人事があるかもしれない。それかな。うーわ、もう肌終わっちゃう。あ、すごい、もう肌が、はい、本場でお肌が完成してしまうかもしれない、ね、ロン、おお、あ、うん、ここだよ。上野さん、会心の反撃。じゃあ、もう、移動させればいいわけですからね。はい、まあまあ、いいっすよ、一回くらい。はい、終わりー。じゃあ、ここでメイク、はい、泉さんのメイクが一回終了です。はい、はい、よし、頑張るぞ、また。でも泉さんはあのお肌がなんかちょうどいい状態。うん、かわいいっす。綺麗。うん、そう。じゃあ、はい、続きまして、はい、じゃあ宮内さんはどれだけ。意味ないんですよ。そうですね。ね、メイクをされるときはもう意味がない。めっちゃアップで撮られてますよ。え、あのもうちょっと引いてもらっていい。じゃあ宮内さんは。さあ。ではハイペッカーに行きます。イエス、ハイペッカーはね、ハイパイが全然違うんだけど、なにこれ。ですよね、ハイパイが全然違う。そこの席、ハイペッカーです。日本が一番いい。いやいや、最初から前任者が悪い。見てくださいよ、もう今。さあ、どれだろう、宮内プロはどちらから行かれる。宮内さんね、かわいそうだから、アイメイカー。かわいそう。古いものだって言うには、アイメイカー。アイメイカー、はい。皆さんはなんか多分黒のアイラインとかと合わなそうなんで。なるほど、はい、ダークブラウンだね。黒だとちょっと濃くなってしまうんですか。うん、そうです、強くなるから。皆さんツボバン、ツボバン、ツボバン、モンパイして。あ、モンパイ、今もうモンパイ必須ですね。今この状況では見れませんから。え、全然わかんない。パーピン切ってるから、パーピン切ってる、スモバンだから。じゃあ私がのってこと？うん、そうそうそう、そう、チーソーとパッソーです。はい、スモバン。せかしてますね。もう結構難しいね、やっぱり。そうですね、柔らかいとこやるの難しいよ。いや、もう目からやるからですよ。目が一番大変かもしれないですね、動かさなきゃいけないですし。ちょっと切ったやつ言ってよ。ハズ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 、急走ノリさんも大変ですもんね。ノリさんが一番大変かもしれません。はい、よく考えたら、寝まぐるしくメイクする方が変わるわけですから。ちょっとすいません、切るやつ。もうほんとすいませんね。ちょっと待ってください、泉さん。あ、よかった、今、ブーゴさんの超高材がブーゴさん、どこに行っても怒られてるじゃないですか。そんな難しい？リーチ。あ、何切った、何切った、ジャンピン。簡単です、簡単です。さあ、私なん、リーチです。はい、ブーゴさん、リーチです。でも、チーがないから、ちょっと、はい、なんか、さんま、ほんとやんないんで。チーソー。はい、ツボバン。
まずどこにやるかをどこにやるかを探る。あくまでマーチャルユニビューティーは、まあ、でもマーチャルしますがビューティー優先ですからね。皆さん相場ね、せかすな、せかすなアシスト、どんな状況だったんだ。三蔵三蔵、三蔵、私も三蔵相場届かな。めっちゃ面白い。大丈夫です。本当面白い、宮内さんの。はい、はい、難しいな。メガですね、はい、のりちゃんにお力いただいて、はい、どうでしょう。おい、はい、やっと今普通にできるようになりました。はい、やばい、やばい、打つかもしれない、知ります。危ない、ここ、危ない、あ、OK。危ない、ゲットこれ、はい、見てください。切るのは変わんないんで。ズモ終わり。あっと、これ、終了です。ここで終了です。もっとキラキラしてキラキラしましたね。宮田さん、何気、テンパイしてるじゃないですか。テンパイしてるよ。しっかりあんな見えない見えないって言って、見えないのは見えなかった。さあ、ここに来て、はい、間に合った。2回連続でズモが上がってきましたから、この勢いでメイクしていただきましょう。さあ、続きまして文吾さんで。そうですか。文吾さん、マジで最後大会がない。大会悪い。あら、もう終わった。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 なんだこの大会は。左右非対称の方って結構いらっしゃるんですか。ちょっと待って。なるほど。え、逆作って。文吾さん、眉毛のとこの言い方雑ですんで。あ、確か。早いな。何やってます今。今眉毛をちょっとこれから抜こうかな。あ、眉毛抜くところ、はい、眉毛抜かれるんですか、麻雀中に。眉毛抜くんすか、私。すごいですね、そんなことがあるんですね。メイクなのに私眉毛からですか。まず眉を整えようということですね。そう、はい、ちょっと汚い。ちょっと汚いです。よかった、眉毛汚いですよ。すいませんでした。見てください、もう抜いてもらいましょう。はい、あ、でもまずで、この辺見たら、この辺見てたら、ポンパイしてもらって、こんなになっちゃうと、この辺見てください。ちゃんと、そうですよ、顔をちゃんと固定しないと。